浜松医療センター感染症内科矢野でございます。最近いろんな報道がありまして、その中にはいろんな実験結果等が紹介されておりますが、それを見るにつけむしろ心配になってしまうことがあります。今日はですね、過度な報道に惑わされないためにということで、感染症医がですね、感染の専門家がいつもどのようにしてですね、そういった報道を見ているのか、その思考過程をちょっと紹介してみたいと思います。まずですね、その前に PCR について簡単に紹介してみたいと思います。 PCR はですね、どういうふうにやりますかなるかといいますと、こういったですね、細い綿棒みたいなものをですね、こっち見ていただきたいんですが、これ鼻なんですけども、これ喉の奥なんですが、鼻から入れてですね、喉の一番ここ、到達して、この部分をビントというんですが、ここで検体を取って出してきて、遺伝子を増やして、そして検査をする。遺伝子を増やすのはですね、こういうことになります。この新型コロナウイルスは RNA ウイルスで、中に遺伝子として RNA を持ってます。人間の遺伝子は DNA です。このウイルスは RNA。で、RNA を DNA に変換しといて、2倍、4倍、8倍で増やしていって、最後10億倍ぐらいに増やしていって、そして見つけるんですね。すなわち、ごく少量の、RNA を見つけ出すことができるのが PCR です。で、本題に入りますが、惑わされないための重要なポイント、3つあります。1つは、PCR が陽性であることとウイルスが存在することは別物です。PCR は今申し上げたようにウイルスの RNA を見つけるものであって、ウイルスの実物を見つけるものじゃないですね。2つ目、ウイルスが存在してもそれがウイルスに感染することは別物なんですね。例えばですね、この棒の表面にウイルスが付着している、でも感染源にならないです。これ棒に触って目と鼻をこすれば感染しますけど、存在することによってですね、感染しないんですね。感染者が鼻の奥に持っていても、そいつが咳とくしゃみをしなければそこにとどまるわけなので、ウイルスが存在していても感染するとは限らない。3つ目、感染を成立させるためには多くのウイルスが必要なんです。1匹ウイルスがいて、それを吸い込んで感染することはなくって、たくさん吸い込まないと感染しない。例えば1匹が鼻に入っても、鼻の鼻中でですね、くっついて、でくしゃみした時に出ちゃうとか、鼻を噛んで出ちゃうとかいうことがありますので、感染するためにはそれ相応のウイルスの量がいる。この3つが、ね、大原則なんですね。これを使ってですね、ちょっとお話してみたいと思います。まず1番から。1番、 PCR が陽性であることとウイルスが存在することは違う。瓶と鼻の奥の PCR が陽性になることは、確かにそこにウイルスの RNA が存在している。でも必ずしも生きたウイルスが存在しているかとは言えない。例えばですね、今私はここにですね、座っております。ここにですね、名札がついた白衣があります。今私はここにいますが、白衣を脱いで白衣をここに置いて、私がこう立ち去った時、この白衣はありますけれども、私はいない。この白衣が RNA なんですね。ですから RNA があるからといって生きたウイルスがいないということになります。そうするとですね、いろんなものが見えてまいります。大体これ軽い軽症の方なんですけども、発病1週目ではですね、咽頭で生きたウイルスが確認できます。でもそれ以後のウイルス RNA は量は多くても、生きたウイルスは存在しない。すなわち発症して風邪の症状があって1週間で経過して、これはですね、ここまでウイルスいます。ところが2週目はですね、ウイルスがいなくなってけども、 PCR が陽性なんですね。で最後2回陰性など退院するんですが、時たま報道でですね、退院した人がもう一回ウイルス陽性になった、 PCR が陽性になったという意味なんですが、あれは RNA が確認されているだけで、ウイルスがいることにならないんですね。ですから退院された方はですね、たとえ PCR が陽性になっても、それはウイルスがいないんです。ウイルスの RNA はあるけども、ということでですね、この PCR が陽性ということでですね、惑わされないようにと思います。でこのですね、1週間以後すると、 PCR が陽性であっても感染力がないということ、ウイルスがいないということをですね、アメリカの方ではですね、上手にですね、利用しています。
アメリカでもですね、医療従事者が院内感染を起こして感染しています。でお休みしてますね。いつ職場復帰してもいいかっていうガイドラインが出てます。この復職基準、米国疾病管理予防センターの復職基準なんですが、医療従事者が発症する、で警戒をする、警戒してから3日以上経過して、かつ1週間以上経過したならば勤務可能、 PCR の検査はしないんです。ただ2週目以後はですね、ウイルスいないからなんですね。でもちろんですね、従来通りですね、警戒した後 PCR が2回陰性になっても職場復帰してもいい、こういうこともありますけども、医療従事者はですね、抵抗力のない方とかいろんな方々をケアしますので、感染力を持ったまま職場に復帰するとは危険なんですが、十分2週間超えれば感染力のないことは分かっているということですね。ですから職場復帰できるんです。ですからですね、今入院している方いっぱいいます。帰ればですね、 PCR2 回やって退院します。そういう方がご自宅に行った時に、皆さんですね、周辺の方はあの人もしかしたらまだウイルスが出るんじゃないかとか、感染力あるんじゃないかと言われるかもしれませんが、感染力はないです。たとえ PCR が陽性になっても感染力はないので、退院した方にはですね、安心してお付き合いしていただいて結構というふうに思います。引き続きいきます。このですね、ウイルスが存在することとウイルスに感染することが別物であることもちょっとお話ししてみたいと思います。これ実はですね、発症のですね、少し前、1日2日前からその方の感染者の鼻の奥にはウイルスがいるんです。生きたウイルスがいる。そうするとですね、これは心配だということになりますけども、だいたい1日か2日前からいるわけなんですが、じゃあ感染力あるのか。発症しますと咳とかくしゃみをしてウイルスをまき散らします。発症前は咳も何もない、だから感染力はそんなにないんですね。ですから例えば自分の同僚が新型コロナウイルス感染症になっちゃった、その前に万年に自分はその人と接触した、感染するんだろうか。多分感染しないと思います。感染力そんなにないから。ただですね、じゃあ全ての方が感染させないのかというとそうではなくって、アメリカのですね、ワシントン州で起こった事例なんですけれども、ですね、高齢者の介護施設で起こったんですが、そこに認知症の方とかいう方がいっぱいいらっしゃるところなんですが、そこでは認知症の方が症状が出ない間から感染させたんです。そういった方々はですね、手洗いもしないし、できないし、咳エチケットもできない、そういう方の場合はですね、こういった時代段階で感染させますけれども、通常のマスクをしているとか手洗いするとか咳エチケットする方が発症の前から感染させることはまずないので、それを知っているとですね、安心できるのではないかなと思います。今度は3つ目の、感染が成立させるためには数多くのウイルスが必要である。新型コロナウイルスは空気中の微小の飛沫の中で少なくとも3時間浮いている。だから空気中に3時間浮いているということで、でも実際に感染するのかは確認されていない。どういうことかといいますと、空気中に浮いているかもしれませんが、1匹に2匹を吸い込んで感染させることはなくって、大量に浮いていて吸い込めば感染させるかもしれませんけども、少し浮いていても関係ないんですね。実際にはこういった実験をされてますけども、感染が確認されていないんですね。ですからこういった報道があっても、それにですね、作用される必要は全くない。1匹2匹吸い込んでも鼻についても鼻中にくっついて出されちゃいますね。喉に入っても咳とか痰で出されちゃいますので、1匹2匹は怖くないんですね。たくさんのウイルスが入って感染させてしまうということになります。同様のことがですね、あります。ウイルスの RNA は血液とか便から検出されています。便からは生きたウイルスも検出されている。しかしこれが感染拡大の重要な因子はない。どういうことかと言いますと、確かに便の中にウイルスが出ることがあります。それは頻回ではないです。たまにあります。でもですね、最近の日本のですね、便器は非常に優れてて、この静かに水が流れていってですね、エアロゾルあまり作らないものですから、トイレが感染源になることはまずないですね。実際我々がトイレの便器に指を入れることもないわけなので、ですからこういったことは報告されているんですけれども、まず心配はいらないということになります。そうしますとですね、これまで心配していたことが心配でなくなります。最初は
発症前の感染者の鼻咽頭にウイルスが確認されたといっても発症後ほどの感染力はありませんので、ですから近くの方か同僚が感染した前の日に自分が暴露したといってもですね、そんな心配がないということです。無症状の方、確かに鼻咽頭にウイルスが確認されてますけれども、症状がないもんですから、咳とかないので、周囲に飛び散らかすことあんまりないものですから、発症者ほどの感染力はありません。治癒した人が再び PCR が陽性になった。これ、確かに PCR が陽性ってことは RNA ではありますけど、生きたウイルスはいないので心配ないんです。ですから退院した方はまず感染力はありません。PCR が陽性であっても。便の中にウイルスが確認されたといっても日常生活は心配ありません。それからウイルスが微小飛沫に乗って酸中が浮遊していても、これは単に実験室の問題であって臨床的な問題は確認されていません。ということで、こういったですね、正しい情報を持つとさまざまな報道がですね、安心して聞くことができますので、ぜひともご参考にしていただければなというふうに思います。以上です。元気に手を洗おう。今から正しい手洗いの仕方を紹介するよ。手洗いライフスタート。まずはお水で手を濡らそう。石鹸を手に取って泡立てよう。手と手を合わせてゴシゴシ。手の甲と手のひらをゴシゴシ。手は組んでもみもみ。もう片方の手で包んでくるくる。猫の手にして指先を洗おう。両手首を丁寧に洗って、最後に水でよくすすいで、ペーパータオルで水気を取りましょう。みんな覚えたかな？この手洗いを2回するのがおすすめだよ。みんなもやってみてね。